簡単にいい音が出るっていう、もうこれ以上ですみたいな感じなんですけど、本当にこう思いついたら回せばその音が出るし、あと自分の頭の中になかった新しい音を作るっていう出会いもあったりとかできると思うんですよ。これはね、だからずっと遊べるエフェクターだなというのが僕の感想ですね。そうですね、僕はまずはポッとお帰りなさいっていう気持ちが結構確かにやっぱこのポッドのなんかこうオールインワンな、うんうん、あの機材をこう見るとやっぱあの初代の丸型の、ね、あれを俺たちやっぱ思い出しちゃって、うん、みんな持ってたもんね、うん、しなんかその大好きなその洋楽のバンドとか、うん、パンクのバンドもやっぱ結構それを持ってツアーに回ってたっていうのは衝撃でそこからこう時を経てにやっぱり20年近く経ってるわけでしょ、うん、だからそこでこうまたこのコンパクトのでオールインで出てきて改めて触らせてもらって、あのやっぱりもちろんその音のクオリティの進化とかも感じつつ、そのなんて言うんだろう、そのこのデジタルとしての初心に帰るというか、そこであのいろいろそのホセが言ったようなそのアイディアを探る旅にも行けるし、あの本当に出先での作曲とかそのレコーディングにも使えるしっていうところのなんか利便性も含めてなんかあの一緒に楽しむ旅が始まったなという、うん、感想ですね。僕はもうすごいシンプルで、歪みチャンネルヘビーのところのオーバードライブのですね、ちょっと原因が高めですけどマックスに行かないぐらいですかね。であとはもう全部 FX 系は切ってあります。もうシンプルに歪みの音っていう感じで、多分音だとこんな感じですかね。みたいな感じの音を使わせてもらってます。ディストーションにしようかなと思ったんですけど、オーバードライブがどこまでも歪んでくれたんで、すごいカラッとした音でいい感じの原因感で出せたんで、こっちの方がスピードを速く弾けるかなと思ったんでこの音にしましたね。アナログのコンパクトエフェクターとかではできないレベルのオーバードライブの原因の量みたいなところはすごく感じていて、ディストーションとか踏んじゃうとちょっと音潰れがちになったりとかってセッティングとか原因感難しいと思うんですけど、こいつはもうオーバードライブでめちゃくちゃ歪むし気持ちいい音が作れるんで、すごい簡単でしたね音作り自体は。ベーシックの音色とあと真ん中の間奏のところで、あのギターソロをバックアップするところとベースだけになるところでのその歪みのサウンド2種類作ったんですけど、まずベーシックがモダンのアンプをチョイスして、でそこにあのちょっとブーストを弱めに入れました。どのくらいかな、ブースト3ぐらいですねブースト3入れて、で、ま、LA コンプうっすらあの普段コンプかけないんですけど、僕どんな時でもせっかくついてるからちょっと入れとこうかなと思って、でかつ EQ バランスで原因を結構高めに設定しました。1時2時1時2345ぐらいですね。でミッドもしっかり出すために真ん中ぐらいまで設定して、でベースはそんなに、上げずって感じで、でトラブルはちょっとその時のベースのコンディションが調整かなと思って、今日は少し弱めな感じで、でなんか A メロの裏とかのフレーズも結構そのフレーズが1音ずつのフレーズがあるな、こういうのはあのなんか粒立ちがいいようにあんまり潰しすぎず、あのでもちゃんとパンチが出るようにっていうので、あのなんかそのバランスがモダンとこのブーストの相性すごい良かったなと思いました。で結構なんかいろいろアンプチョイスしていく段階で結構クリーンに特化してるものもあったりとか、あとあのパンチとかみたいに結構その現代的なモダンもそうなんですけど、それぞれそのディストーションとかのかかりが割とキャラクターがかなり差別化されてるので、これ選びがいがあるなと思いました。歪みのチャンネルに関してはオーバードライブかなりきつめにかけまして、でコンプカットで
原因も挙げました。原因も結構きつめで、シンセはなしで、ミドルも結構強めですね。モジュレーションもカットで、原因かなりもっときつめに言うと、これ上げても全然潰れない。そんなやつ、ちゃんと細かく聞いて、原音はしっかり残った状態なんで、うん、太さが失われないというか、そこはかなりベーシストとしても歪みを選ぶ上でかなりマストな条件になってくるので、そこがかなりちゃんと芯食ってる感じで弾けたので、プレイもしやすかったし、結果出音もかっこいいっていうのが良かったです。これも完全に僕が楽しいっていう、もう歪ませまくるっていうか、もうリードチャンネルのですね、このディストーションマックスにしてですね、このコーラスをこうえぐくかけるんですよ。それでタッピングするっていうのはちょっと僕好きで、ね、本当はこの曲もソロでこれ入れたかったんですけど、なんかこの感じとかが、ちっちゃい頃っていうか、始めた頃に出したかった歪み感みたいなのがあって、なかなかね、こうライブじゃできない、やりすぎ感あるんですけど、これ気持ちいいですね。こういうのが、えぐくかかる感じが。クランチチャンネルにした時の、フェーザーとちょっとだけアナログディレイをかまして、こうリバーブも薄めにかけてあげると、なんかその、この、ちょっとやりすぎですね、これね。もうちょい、じゃあフェーザーだ。こうすごいこう、何て言うんですか、この感じとかが僕の中でこうコンパクトエフェクターたくさん組まないと出せないのがすぐ作れちゃうっていうのがすごい。こういうの気に入っていて、クランチなんですけど、いろんなものが混ざっていくっていう、ちょっとなんか一人で世界関係を作れるというか、こういう音もすぐできるんで、エフェクターはこいつすごいいいなと、簡単に作れるところとか最高ですね。補正さんも結構その、何かを特化させて思いっきりかけてみるっていうのをやってたんですか。僕も一緒で。なんかアンプはまあなんかどれでもよかったけど、ラウンドとかが結構なんかロー感がすごい気持ちよくて、でさらにそこにローをかなりがっつり出して、膨らむんだけど、そのローエンドが全然嫌じゃないっていうところが、なんか多分程よくこうスレッシュロードがあるというか、コンプの使い方一つでかなりそのなんかリアルアンプとリアルコンパクトだとトゥーマッチに出すぎて、結局気持ちいいのにカットしなきゃいけないみたいな、その帯域がなんか意外と遠慮なく出せちゃったなっていうのが、だから言ったらそうレゲエとか R&B とかそういうベーシストにもなんか対応できるんじゃないかなっていう予感がしました。であとはこのモジュレーションとかディレイとか申請コーナーは普通に多分やってたら 2,3 時間経ってるシリーズそうね、そうミュージシャンあるあるのちょっとモダンとかに設定して、この申請を楽しんでみる、じゃあこれにちょっとドライブかけてディストーションきつめに行ってみようか。じゃあこれにミドルをめちゃめちゃ足してみようみたいな。でゲインもいっちゃいましょう。とかフランジャーとかは意外と
世紀末感出る。世紀末感出るね。だからもうこれ逆に言うと、うん、あ、じゃあこのフレーズのイメージに合う曲書いてみようみたいな、うん、インスピレーションくれるなっていうので、お気に入りの音っていうよりは、このエリア結構右脳をくすぐられるぞみたいなとこはあります。なるほど。はい。ちょうど作曲を、うん、するタイミングと、同時進行で、うん、使用させてもらって、まさにしかも通販も回ってるっていう状態で、ね、うん、なのでまさにスーツケースにポンって入れて、うん、今まではこんなでっかいオーディオインターフェースを持ち歩いて、うん、でケーブルもまとめて電源も入れてみたいな感じだったのが、うんうんうん、本当にこれ1個スーツケースにポンって入れて、実際ツアー中にそれを作曲活動で DTM で使わせてもらって、マジでしかもめっちゃ軽いんだよね。軽い、そう、コンパクトっていうところに特化してもらったので、うん、使用頻度が純粋に上がりました。練習もそうなんですけど、弾きたいって思った瞬間から何秒で、うんうんうん、そこにたどり着けるか、ね、そこにたどり着けるかってマジ大事で、ちょっとじゃあケーブル引いてアンプ置いて、うん、エフェクターつないでっていうのがあると意外と億劫で、そうだ、ね、後でいいやってなっちゃうのが結構あったりしてあるある。そういう意味ではこれあれだもん ね、 すごいね、ヘッドホン挿すだけだからね。そう、素晴らしい。で横にあれがついてたもんね、ボリュームとね、うん、操作性は本当に簡単ですね。もう出したい音もこうインプットできるというか、自分の気に入った音があればデータとしてこう残せたりもするんで、曲思いついた、パソコンとこれ出したらもう30秒ぐらいでもう録音できちゃうみたいな、そういうところとかもすごく楽ですね。あと最近のデジタル機器はさ、うん、基本的にデカめに画面がついてて、うん、でその画面とにらめっこしながら操作っていう感じだったりするんですけど、うん、これ画面なくてそう、コマンド、そうな、これ長押しでこうするみたいなコマンドさえ覚えれば、うんうんうん、割とノールックでもこうパパパッといって結構手早くセッティングできるから、る、ね、なんか逆にいいのかなとも思いましたね。どれをどういじっても、うん、そのトゥーマッチになるギリギリのところでなんかちゃんと解決してくれるなっていうのが最初に触った感想で、ね、だから意外とその攻めの姿勢と足し算で音作りをするとなんかいい音が成立するなって思ったんでね、うんうん、なんか俺らが普段いじってる真空管のアンプって、うん、割と結構引き算が大事で、あ、そうだね、うんうん、で単体でめっちゃパンチあるなと思ってもアンサンブルに加わるとそうでもなかったりってことが起こるから結構引き算が大事だったりするんだけど、うんうん、なんかこいつに関してはもう本当足し算で自分が欲しいとこ足してって、うん、それをそのなんか録音とかでも重ねてったりしても全然全部出てくれるっていう、うん、そのレンジもちゃんと広いところをキープしながらなんかピークをなんかちゃんと抑えてくれてるのかな。あ、確かに。だからそういう意味での音質はすごいいいなと思いました、うん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 、歪みもさ、なんか結構どこまで歪ましてもちゃんと成立してる感もあるし、そうだね、すごくいい音をいっぱい詰め込んでくれてるっていうイメージが、うんうん、まあ、EQ の効きもすごくいいなと思ったし、うん、なんかローエンドとかもベースに関してはすごいしっかりしてるので、うん、なんか攻めて攻めてちゃんと成立するし、引き算しても物足りなさは全然ないなっていう印象です、うん、まずツアー中に作曲しなきゃいけない、切羽詰まったバンドマン全員買うべきだと思いましたね。実はちょうど相談受けててさ、あ、そうなんだこれもうすぐ紹介したもんね、うん、で軽いし電池で動くって言った、もう その時点でツアーするバンドからしたらもうマジっすかってなるじゃん。もうすぐ調べますって言って、あとはもうエフェクターを触ったことのない人とか、まあ、だから初心者の人とかはこれ1個あればいろんな音を勉強できる。そうだね、うん、そのこれとこれを組み合わせた時にどういう音が出るんだろうっていう、その、うん、なんか公式、うん、公式があるじゃん、うん、そのじゃあモジュレーションとディストーションって一緒にかけたらどうなるんだろうとか、うん、コンプを強めにかけてそこになんかその申請やったらどういう風になるんだろうみたいな、その A×B イコールのそのイコールの部分って知らないまんまコンパクトとか買うの超怖いし、怖いね、なんかなんなら浪費につながるし、うん、なんかね、時間もお金もっていうところで、まあ、それが楽しかったりもするんだけど、うん、やっぱ一番合理的にそのこれを足したらどうなるんだろうっていう答えが出たりとか、これを導く、この理想の音を導く
出すためには何と何をどうしたらいいんだろうっていう、その一番最短ルートでこう探すその機材にも なるのかなとは思うね。そういうその音に対しての探求心をすごい持ってるあの人はなんかそのクロートビギナーに関わらず多分とてもいいと思うし、あとはなんかやっぱり俺は作曲にすごい使えるなと思ったんで、いや本当にそうだね。やっぱ DTM 系のプレイヤーの人たちにもやっぱギターとかもバッキングステレオで鳴らしたらだいぶパンチあったから、使いこなしたらなんかもう本当本ちゃんで勝負できるレベルのクオリティに なると思ってます。あの家だけで弾く人、スタジオでみんなで集まって楽しむ人、ライブハウスでやる人、録音する人、多分その全方位型でこれを持ってて、多分そのいやこれは使わないからってあの必要がないですっていう人がなんかいなさそうな気はした、どこかしらのその一ミュージシャンとしてギターベースを弾く人は、どっかしらのシーンで多分ポッドエクスプレスあったらめっちゃ役に立つ瞬間がすごいあるなと思った、やっぱ俺らはステージに立つし、録音するし曲も作るし、あの音も探すしっていうので結構いろんなシーンでやっぱお世話になれるなとも思ったので、あのまず買ってみるっていうのはありかもしれない。そうっすね、で自分のどのシーンにフィットするかみたいなのは、なんかめっちゃそれも含めて面白いかなと思いました。多分俺と補正さんはどっぷりちょっとまだ、持ち歩くでしょう。持ち歩いてどっぷり活かしてもらいます、